マンチェスターユナイテッドに所属する22の DF アーロン・ワンビサカが来週から始まる無の練習に合流できないようだ。A、メディ、デイリーメールが現地時間26日に報じた。今、ズンのユナイテッドの試合はダゾーンで、いつでも、こでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、ユナ、テッドの選手たちは、来週から始まる、新シーンへ向けた、練習のため帰国を命じられてい、新型コロナウイルスの影響で国外へ行った。合わせ、14日間の隔離となるため、ワンビサカはユナ、テッドからドバイへ行かないよう、アドバイ、されたという。しかし、ワンビサカはユナイテッドからのアドバイスを聞かず、ドバイへ行、同選手は当初、隔離の義務は必要ないとされいたが、英国政府から隔離の要請が出たといい、そして、ユナイテッドは、同選手に帰国後すぐ検査を受けさせるという。なお、ワンビサカは9、5日から行われる UEFA ネーションズリーグに、臨む、イングランド代表メンバーに選出されていな、りょう。